ジェームズ・ダンはニューヨーク市出身のアメリカ合衆国の俳優。1945年のブルックリニュ横丁でアカデミー助演団優勝を受賞した。ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームにテレビと映画で二つの星がある。1901年、ウォール街の株式な加人の息子としてニューヨーク市に生まれる。ボードビリアンとして活動を開始し、1920年代後半には、 エキストラとしてサイレント映画に出演するようになる。1931年にフォックスフィルムと契約、数々の映画に出演し、1934年にはシャーリー・テンプルの映画4本に出演するなどキャリアのピークを迎える。しかし、1930年代後半になると役がつかなくなり、アルコール依存症と相まって低迷する。1945年、 ブルックリン横丁で、アルコール依存症だが心優しい父親を演じ、第18回アカデミー賞で助演男優勝を受賞。奇跡的な復活を果たすが、その後は再び低迷し、1950年代初頭には、破産、叫びたりの生活を送るようになる。1950年代以降、活動の中心を映画からテレビに移す。1967年、 胃の手術を受けた後の合併症により死去。ありがとうございます。